こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは日常のことを分かりやすい日本語でゆっくり話します。レジ袋は有料になりますが、皆さんの国ではスーパーなど買い物をした時にレジ袋、プラスチックの袋、バッグにお金を払いますか？日本では2020年7月1日、今月から有料になりました。有料というのはフリーじゃないことです。お金を払います。ほとんどの日本人はプラスチックの袋を無料、ただフリーでもらうことに慣れています。だから最初は戸惑ったり、慣れないと思います。まだニュースを見ていなくて、このレジ袋が有料になることを知らない人もいます。そういう人はコンビニでスーパーの店員さんに、レジ袋は1枚3円ですがどうなさいますか？と聞かれて、ただじゃないなら買わないと怒るお客さんもいるそうです。コンビニやレジ、コンビニやスーパーの有料レジ袋はだいたい3円から5円です。でも大きさやお店によって違うらしいです。皆さんの国では普通のこと、当たり前のことかもしれませんね。私は以前っていうのは前からですね、いつもマイバッグやエコバッグを持って買い物に行っています。ちなみにマイバッグやエコバッグというのは和製英語ですね。レジ袋が有料になるのは個人的にいいことだと思います。プラスチックは、地球環境に良くないですよね。だからみんながマイバッグやエコバッグを使うようになって、プラスチックのレジ袋が減ればいいなと思っています。今はコロナで日本へ旅行に来ることができないかもしれませんが、今度日本に来るときはレジ袋が無料ではなくなっていますよ。もちろんお金を払って買ってもいいですけど、できればマイバッグを持ってきてくださいね。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。